はい、どうも3月でございます、歩きながら配信でございます、今日ですね、ちょっとニュースというかですね、2017年シーズンがちょっと始まりつつあるなっていう話をしたいと思います。去年僕が買ったですね、ジャイアントのエスケープの R3、これのですね、17年モデルの新しいですね、新作が発表になりました。今回の新しくですね、カラーが、グリーンとオレンジ、これがつくという話で、で僕が最初に買ったレッド、これはなくなってしまうんですね。で、コンポの方もですね、まあ去年とあまり変わりなく、で値段が、税抜きで、5万円というお値打ち価格で販売しますと。ということで、ちょっと若干ですね、悩みつつ、日頃のね、普段の足として使えるんじゃないかななんていうことを考えつつですね、過ごしております。で今僕が使っているホイール、貸してもらっているですね、キシリウム、これがすごく良くてですね、ホイールに関してもマビックっていう第3のね、矢が、僕の中に立っております。まあ、そういう感じのことをですね、考えながら、いろいろとですね、新しい試み、これからもできたらなというふうに考えております。いや、まずはですね、ちょっとね、ホイールのその28枚の、ギアの軽さ、あれにちょっと驚いてますんで、そういうのを先にちょっとカセット購入して付け替えるっていうのも手かなとか思いつつですね、まあ、普段使いの足として、ちょっとジャイアントがまた、大手を振るっている、そういう感じを受けております。皆さんもね、ジャイアント2017年モデルの R3、 あとリブージャイアントっていうんですかね、これも出てますんで、それぞれね、サイトでチェックしまって、新しいオレンジ、これ悪くないですね。ちょっと斬新なカラーで、グリーンに関してもちょっと斬新なカラーで、僕は大変いいなというふうに思っております。というところで、今日の散歩話、お尻の調子も良くなって絶好調の、358でございました。それでは。